よろしいですか。イザヤ書53章1節から6節まで声を出して読んでまいります。どうぞ。私たちの聞いたことを誰が信じようか。主は右腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。アーメン。祈ります。珍しいですね。韓国人が遅いってことは滅多にないことです。いつも韓国人が早く終わりますが、今日は逆ですね。じゃあ祈ります。主なる神様、今日は2000年前に主イエス・キリストが十字架の死に至るまでの苦難を受けられた受難週間の記念礼拝です。この時間、主イエス・キリストの御名によって救われた子供たちが、主イエスが受けられた苦難の意味をもっとはっきりと正しく知り、主イエス・キリストの苦難に基づいた正しい信仰を築き上げ、主イエス・キリストが成し遂げられ備えておられるすべての命と祝福を必ず信仰によって今までより大きく多く受け取ることができますように助けてください。この時間のすべてをあなたの御手に委ね、イエス・キリストの尊き皆でお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤー。苦難の習慣を迎えました。この間ある人に、元気ですかと聞いたところ、実は私元気ないですよ。5年前から前立腺がんにかかって、今、闘病生活を続けている。ですから、癌ですから、いつ死ぬかもわからないし、実は死ぬのがすっごい怖いです。と言ってました。それで私は、チャンスだと思って、それじゃあ祈ってませんか?と聞いたんですよ。と聞いたら祈ってないと。いつ死ぬかもわかんないし、死ぬのが怖いと言ってながら、祈りもしないで大丈夫ですか?入ったんじゃないんですか?誰に祈るんですか?もちろん、イエス様にですよ。それで、福音を捉えたんですね。うちの、私は牧師であることを分かっている人です。うちの教会には、死に至る病気にかかった人の中でも何人も何人も癒されて、今は元気に信仰生活やってる。と、証をしましたら、あなたはすごいですねと言いました、私。いや、私じゃなくて、今私が言ってるイエス様がすごいですよ。イエス様を信じれば、癒されることもあるし、死に至る病気だっても、たとえ癒されなくても、まず死ぬのが怖くなくなりますから。死ねばもっと素晴らしい天の御国が、永遠に死なない神の国が待ってるからです。ハレルヤ。と言ったら、彼は、その気になれば、教会行きますよ。すぐ決めて、決心してくれないの。
こんなに嬉しい喜びの知らせがあるのに、今苦しんでいながらも素直に即座でイエス様を受け入れない。こういう人を見ると皆さんはどういう思いをされるんですか？切ない思い、悲しい思いをする、今すぐにでも受け入れれば、今すぐに何が起きるか分からないのに、それで今すぐイエス様を受け入れれば、まず今すぐ死んでも安全なのに、それをなかなかやろうとしない。私たちは分かってるのに、経験してるのに、人々はこれをやろうとしない人を見たら、本当に心が悲しくて苦しいわけです。死ぬのが怖くなければいいんだけども、死ぬのが怖いと。死に行ったの病気にかかってる。5年も経ってるから、いつ死ぬか分かんない。こういうギリギリの線に来ていながらも、すぐイエス様を受け入れる決心ができないんです。この人間の愚かさ、皆さん本当にこれが一人二人じゃない。信じてる人の中でもほら、信じてる、こうすれば解決できるよ、こうすれば治るよ、こうすれば勝利できるよと言っても、すぐアーメンと言って従えばいいのに、躊躇してしまう。躊躇、私は教会に来たばかりだから、私は信仰が弱いから、信仰は弱いとか、教会に来たばかりだとか、出発が遅れてとか、これは自慢すべき話じゃない。遅れていれば、遅れていただけ、もっと急いで頑張って、遅れを挽回しないといけない。そうだ、たっと信じますか？遅れていれば、遅れていて損してもいいですか？遅れていれば、もっと頑張って、もっと急いで、遅れまで全部挽回するように、努力に努力を重ねる必要があります。今日は苦難習慣ですが、特別、イエス・キリストの苦難の意味、これを正しく皆さんは考えてみる必要があります。そしてこのイエス様の苦難の意味を正しく考えて、正しく知って、それがいかに我々に大事なのかをはっきりと分かって、それから信仰生活をすれば、人生がそこから再出発できます。再出発ができるんです。運命を変えることができるんです。分かってしまえば、すっごいこれは、もう命を懸けてでも、聞くべき話、得るべき話です。そして、我々が歩むべき道であります。イエス・キリストが、パプテスマ・ヨハネがヨルダン川で、人々にパプテスマを授けていたときに、イエス・キリストが、パプテスマ・ヨハネに近づいたんです。パプテスマ・ヨハネに近づくイエスの姿を見たヨハネが、口を開いて、こう言いました。世の罪を取り除く、神の子羊だという。ヨハネ1の29年。世の罪を取り除く神の子羊だと。子羊といえば捧げられるもの。神様に捧げられる生贄を意味して、生贄。犠牲も、犠牲にして神様に捧げられる生贄を、として使っていたのが子羊なんです。イエス様を見て、ヨハネがイエス様のことを説明したのが、世の罪を取り除く神の子羊だということだ。皆さん、よくこれ知っていただきたいんですよ。イエス様が肉体、体を持ってこの世に来てくださったのは、それから十字架の上で死を成し遂げてお墓に下ったのは、人の罪を代わりに取り除くためだ。人の罪を代わりに担うためだ。信じますか？ただ、鞭打たれて十字架にかかっただけの、それで死んだだけの出来事じゃなくて、十字架の出来事だけじゃなくて、イエス様が体を持ってこの世に来たことを、その時点から、もうイエス様は我々の生贄となるためでした。アーメンですか？
撃たれて、ピラトの法廷で裁かれて、撃たれて、血を流して、十字架の上で死んだことだけじゃなくて、イエス様が馬小屋に生まれたこと、そのことからが、馬小屋に来られたことからが、世の罪を取り除いて、世の人々を呪いから救うための、すべての技であります。これをはっきり信じますように、イエスの皆で祝福します。アメン。じゃあ、世の罪とは何ですか？人の罪とは何ですか？今日読みまして、イザヤ書の53章の6節で、私たち人間は羊のように、羊のように道を誤って、それぞれ自分の方角に向かって行ったこと、これが世の人の罪なんです。なぜ羊に例えてるのか。羊は頭を持ってあげることはないの。頭をまたいて、はあ、行きたいな、食べたいなと思わないの。羊は頭を持たれて、遊びたいな、あそこ行きたいな、食べたいな、あの人と付き合いたいなと、頭を持たれて見て自分で判断するのは、これはヤギなの、ヤギ。羊は違う、頭を下げる。頭を下げて動くから、何にも見えないの。どこがいい場所であるか、悪い場所であるか分かんないの。これは羊なの。羊に耐えたのは、自分の人生でありながらも、人間でありながらも、人間として、自分の人生であっても、自分の人生であっても、自分の、はっきりとした意思を持って正しく生きることができない、その羊に人を例えているのは、人の人生がそのようであるからです。人は、人として生きるために作られたものじゃないの。人は神の子供として生きるために作られたものですよ。人が作られた目的は、人間としてちゃんと生きるためじゃないの。神の人になるためだろうと。神の子になるためだろうと信じるべきですよ。なのに、人が羊のように道を誤るの。なんで誤るの？自分で何にも考えないでいけるから、何にも考えて。みんな一緒に頭を下げて、何が起きてるのか。朝からもう二度も三度も掃除機かけてるから、一円玉も落ちてないの、ここに。でも人々は、この世を生きるときに、いつもこうやって生きるの。いつも。自分が今、どこへ向かってるか分かんないまま、羊のように生きてる。これが罪だと、これが罪だと。多くの人が教会に来て、自分が罪人であることを認めるまで時間が大分かかりますよ。ああ、私、日本人として、40年、50年、悪いことなんかしないで、善良な日本人として生きたのに、なんで罪を悔やんでなさいとか、教会がこれで、こうだから教会が嫌だよ。こういうふうに思う人いっぱいは、みんな一緒に、道を誤って、神を眺めないで、この軌道を眺めて、何が落ちてるか、羊のように、生きるのが罪だ。アメン。これは暗闇の中を、行くべきところを見分けることができない真っ暗の中を歩むのと一緒ですよ。迷い出た羊は、自分では良し悪しが分かんないの。悪いことしていながらも、神を払っていながらも、これが罪だと分かんないの。自分勝手に一生懸命生きれば、これが正しい人生だと思うの。それが罪ですよ、それが。それが罪だと認める瞬間に、その人と神様との関わりを持つために死んでほったイエス・キリストが見えてきますよ。アメンですか？神様と関わりを持たないで、羊のように自分で道を誤ってるかどうか分からないまま、一生懸命生きること、これが罪だという、これが。その罪を背負って、代わりに背負って、神様と和解させて、神様との間を取り出して、神様との関係を結ばしてくださるために、人のその罪を、人が犯したその罪を、
神はイエス様に狙わせたの。イエス様に。イエス様に狙わせて。イエス様が体で来る必要があったのはそのためですよ。人と同じ姿で来まして、人が犯した罪の大きさを、イエス様が同じ人間の立場で担うためです。担うため。アメンですか？人が犯した罪を、宝物に担わせることはできないの。水準が違うから。形も違うから。運命も違うから。人が犯した罪を、人としては解決できないから、何者かに負わせるためには、人と等身体の同じ存在が来ないといけないの。全く罪がない方が。それで、この世に現れた方がイエス様です。ですから、イエス様は体を持ってこの世に、最初現れた瞬間から、人の罪を担うため、世の人の罪を取り除くための生活を始められたと。これを信じるべきですよ。アメン。多くの人々が、十字架の技だけを考える。十字架にかかるまでのイエス、十字架にかかって、ポンテオピラトの法廷で、死刑に渡されて、十字架の上で死ぬことまでを考える人が多いんです。もちろん、それも一コマとしての、イエス様の苦難にはなりますが、それだけじゃないということ。イエス様が体で来たことを、その地点からもイエス様は、人の罪と、人が犯した罪の結果である呪い、痛み、苦しみ、これを取り除くための出発だということ。イエス様の全生、全生涯、すべての生涯が全部人の罪を取り除く、人の呪いを取り除くための生涯だったということ。これをまず認めることから、新しい信仰生活がスタートできますように。イエスの皆で祝福です。アメン。じゃあ、皆さん、今日から自分が罪の中で、善良な日本人だと、韓国人だと思わないで、自分が罪人であると、まずははっきりと認めましょう。どうしてそれを認めるか。イエス様は2000年前に死んだから。我々が生まれの前にイエス様が死んだの。私たちの罪のために。イエス様が死んだのは、これ無駄ではない。虚しい話でもなく、殺されて死んだのでもなく、自ら進んでその道を歩まれたんですよ。信じますか？目に見える形では、ローマ兵に撃たれて、くぎづけられて、槍で刺されて死んだかのように、ピラトの法廷がその死を言い渡したかのように見えますよ。見える形では。しかし、霊的には、イエス様がその道を、世の人の罪を取り除くために、ご自分が自ら進んで、喜びを持って、自ら歩まれた道なの。アメンですか？これを、ですから、イエス様がそこまでやられて、本当に死んだの、本当に。本当に死んだのはイエス様の弟子たちの前じゃなくて、イエスの敵の前で、殺されたかの形で死にましたから、これはもう嘘を偽りももう隠すこともできない。はっきりとした真理の歴史の記憶なんですよ。イエス様が皆さんと私の罪を背負って死んだということなんです。アメン。何が罪ですか？羊のように自分で生きたいところに行きながら自分勝手に一生懸命生きたのが罪だということです。神様との関わりを持たないで生きたのが罪だということだ。人は人として生きて滅びるために作ったんじゃなくて、人は神の似姿として作って、神の子供になるために作ったのに、神を離れて、羊のように生きたいところに行って、勝手に一生懸命生きてきた。これが罪だということを認めますと、皆さんに、イエス様の苦難の意味が、皆さんの人生を変える力となります。信じますか？じゃあ。それでは、コリント2の手紙、8章の9節だけを今日みんなで開きます。コリント2の手紙、8章の9節。みんなで開いてください。それ以上は開きませんから、ここだけは皆さんが、いいですか？
新約聖書コリント2の手紙8章の9節。開いてない方は聞いてください。耳を澄まして。開いた方は声を出して読みますわ。コリント2の手紙8の9をどうぞ。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知ってます。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによって、あなた方が豊かになるためであった。ハレルヤ。これは、イエス様の十字架と関係ない。今読んだ箇所が、すなわち、イエス様の十字架とは関係ない箇所です。ハレルヤ。アメン。イエス様が豊かである。なんで？イエス様は、世を作った神様の現れですから。信じますか？世にあるすべてのものがイエス様のものです。万主の主、万能の王がイエス様なんです。豊かさから言えば、足りないものが一つもない、欠けてるところが一つもない方なんです、イエス様は。すべてが満たされてる方なんです。すべてを支配される方なんです。信じますか？こういう豊かな方が、私たちのために貧しくなったとあります。貧しくなった。イエス様が私たちのために貧しくなったのは、十字架にかかった時じゃなくて、この世に来られる、肉体を持ってこの世に来られる瞬間からであることを信じますよ。アーメン。イエス様が万能の王でありながら、この世に来られる時には、馬小屋で生まれたの。馬小屋で生まれて、会話を受け。会話を受けは何ですか？馬のバケツ、馬の餌を入れてある器ですね。それは会話を受けです。それがイエス様のベッドにはベッド。皆さん考えてみてください。皆さんが子供を産んだのに、子供を寝かす場所はない。ベッドも布団も何もない。部屋もない部屋も。それで皆さんの産んだ可愛い子供を、馬小屋の貝羽桶の上に寝かしたとしましょう。これ、喜ぶ。誰が喜ぶんですか？イエス様がそうなられた。そのような貧しい、一番貧しい姿で、この世に来たの。この世に肉体を持って生まれる瞬間からイエス様が最悪の貧しさに来られたのは、理由は、皆さんがそれによって、皆さんと私の人間どもの貧しさをイエス様が担ったわけ、代わりに。代わりに代わって、担って。イエスの皆を信じる者どもはみんな豊かに、豊かに、豊かに、それも永遠に豊かになって欲しい。そのためであったことを信じる人だけが、アーメンと握手をイエス様に送ります。これも、イエス様が肉体を持って来られて、人のために受けられた苦難の一つであることを信じますように。イエスの皆で祝福出します。最初から馬小屋で住んでいた人、最初から馬小屋の貝羽桶がペットだった人には何でもないですが、万能の王でありながら、その御座を投げて、こういう馬小屋で生まれて、一番高い方が一番低くなること、これが一番難しいことなんですよ。車に乗ったことない人は、車があってもなくてもどうでもいいの。でも一番いい車に乗った人は、車を小さくするのは難しいです。なぜですか？下げるのは難しいからです。いいの、素晴らしいものを全部味見てからだと、貧しくなるのは難しいことなんですよ。それが、イエス様は、万能の王でありながらそれをやられたのは、皆さんがそれによって、我々の貧しさがイエス様に担われて、我々は永遠に豊かになるためだと。これは十字架の技と関係ない話であります。信じますか？しかしこれもイエス・キリストが、その皆を信じる皆さんと私のために受けられた苦難の始まりだと信じますように、イエスの皆で祝福いたします。世にいるクリスチャンたちは、貧しさを誇っちゃいけないの。豊かさを誇る。信仰の結果として、私はイエス様を信じて豊かになったという、こういうことが誇れる人になるわけですよ。アーメンですか？イエス様を信じれば、教会は、クリスチャンは、貧しくなって、なんか食べ物ありませんか？
こんなのは巨さんの姿としてはふさわしくないの。巨さんはたくさん受けて神様から、たくさん。豊かな生活しながら、何でも人に施すべき、何でも。何がほど、返してもらおうと思わないで、ただ、ただあげろ、ただただ。返すんだらもって、ただあげろ、ただであげろ。これがクリスチャンたちが持つべき本来の姿ですよ。それがイエス様が生まれながら、これをまず解決してもらおう。今日から、みんな一緒にこれやめましょう。アメン。こういうイエス様の真実な約束を、天のイエス様を仰ぎ見て、みんな一緒に豊かな、豊かで豊かな、感謝になりましょう。貧しさが、私の人生に、あってはなりません。なぜですか？それはイエス様が2000年前に持っていたから、持っていたから。1000年前に持っていたのにイエス様が、なんで返してください、返してください。なんでそう言ってますか？2000年前イエス様が持っていたのに、なんで返してください、返してください。貧しさが好きですよ、こうやっていきますよ。こんなクリスチャンの姿はみっともないです。はっきりと言って、聖書的に、聖書的に。アメンですか？ですから、皆さんは豊かになってください。豊かになってください。アメン。それから、世の人に施す人になってください。パンも一つ持ってる人は、一つしか施せないの。三つも四つも十個もたくさん持ってる人は、たくさん施すことができるの。たくさんもらえば、たくさんもらうほど、神の栄光を表せる、本物のクリスチャンになろうと信じますように、イエス・キリストの皆で祝福いたします。アメン。これ別に悪いことじゃないの。悪いことじゃなくて、聖書できない、聖書できない。なんで教会でこういうことばかり教えてますか？いや、こういうことばかりじゃないの。こうなるためには、正しい信仰を持つべきです。正しい信仰を。アメン。いくら落ちた金財布をいくら探して歩いても意味がないの、そこには。イエス様が私たちのために何をしてくださったのか。イエス様がなんで体で来たのか。意味を知って分かって、それでこういう約束された祝福を自分の人生に受け入れるのが、クリスチャンの信仰生活であるべきです。アメンですか？イエス様がこの世に来られながら我々に約束したのは豊かさです。アメン。十字架の上で命の血を流して死ぬことによって我々に約束されたのは命の救い。永遠なる命の救いですよ。アメンですか？みんな一緒に。イエス様がこの世に来た時に約束したのはこの世の豊かさだ。イエス様が最後に十字架の上で約束したのは永遠なる命の救いだ。信じますように。アーメンですか？これ一つを取るんじゃなくて、イエス様のすべてを我々のものにすべきであります。アーメン。それからイエス様がペテロの2の開きませんよ、2の24節で、彼が打たれたのは、イエス様が鞭を打たれたのは、みんな一緒に、私の罪を癒すためだ。私の病気を癒すためだ。アメン。またイエス様が鞭を打たれたのはいつですか？十字架にかかった時ですか？かかる前ですか？かかる前ですよ。かかる前。イエス様が鞭を打たれたのは、十字架にかかるわけではなくて、かかる前の話です、かかる前に。まずイエス様がやったのは何ですか？病気を癒すために、ご自分が打たれたんですよ。打たれたんですよ。病気を癒すのは死んでからですか？この世を生きる間ですか？この世を生きる間ですよ。信じますか？皆さんと私がイエス様を本当に信じてますか？ならば健康であるべきですよ。ポクシも今日、喉が健康じゃないんだけども。でも治ってきましたよ。もっと悪かったんです。もっとひどかったんだけども、薬飲まずに治ってきましたよ。声がおかしいだけで言った子はありませんからね。ハレルヤ。
イエス様の鞭を打たれたのが私の喉を癒す力でした。ハレルヤ。この世を生きる間に皆さんと私は健康であるべきですよ。この世を生きる間に健康じゃないと疲れるの、人生、信仰生活も疲れるの。ああやっと来た、ああ教会に、ああ病気で疲れてもう大変なのに、今日もや休もうかと思ったよ。だけども牧師の顔が浮かんで、やっと来た、やっと大変だったよ。こんな先週今笑ってる人が、先週の金曜日からもう寝たきりになってね、まあ、短期で倒れて、もう生まれて今までこんなに苦しかったのは初めてだったって。だからもう食事もできなくて、バタンキュー千葉から来た人で、先週の日曜日の朝に電話かけて、先生、あ、本人が電話もできない、代わりの臨時が電話していて、この佐々木さんが今もう大変ですよ、食事もできなくて、もう動くこともできないで、佐藤さん、どうでもいいじゃないの、神の子だから、佐藤でもいいし、橋本でもいいし、死んでもいいし、教会これともないで、でも信仰がある。何に対する信仰がある？みんな主に、イエス様が私の病気を癒すために2000年前打たれたのに、2000年も経った病気をなんで今患ってるんだ、2000年も経った病気をなんで今持ってきて患ってるの、2000年前に返しなさい、返しなさい。アメン。電話で祈ってもらって教会来たらもう治っちゃったんです。嘘のように治ってるから、嘘かと思うでしょ、嘘かと。いや本当に痛かったの、食事もできないほど痛かり、生まれて初めてだったって、そんなに苦しいのは。これがどうしてイエスの皆で祈れば治るのか、これがイエス様が2000年前打たれたからの、イエス様の体の肉がボロボロになるまで打たれたの、イエス様。そのおかげで皆さんが信じて求めれば、皆さんの体の全ての病気は嘘のように治りますよ。信じますか？信じれば嘘のように治るんだけども、信じようとしないの。いや、この病気は長いですよ。30年前の病気ですよ。ある人がね、牧師の前に立って何年か前に、先生、子供を産んだ時から始まった病気ですよ。30年経ちました。女性の病気。子供を産んだ時から始まった病気。ほんで、大きなところに行って、いくらやってるところに行って、安心してもらっても、これだけはもう治りませんよ。絶対私はね、牧師たちが安心しても倒れませんからね、倒れません。絶対倒れないし、治らないし。倒れなくても治るんですよ。信じれば治るの。アメン。倒れる倒れない関係ないの、安心するときに。信じれば治りますよ。彼女が私の前に立ったときに言いましたよ。今までの経験、30年間治らなかった、関係ないの。大きな集会行っても治らなかった、関係ないの。ただイエス様があなたのために打たれたことを信じれば今でも治りますよ。頭に手を置く瞬間に彼女は倒れたの。彼女はね、ここに座ってる人たちの3倍分、体がこんなに大きい、こんなに大きい体してるの。でも手を置いた時に、この木の葉のように軽く倒れましたよ。それから立ちなさいと言ったら家に帰りました。そのまま家に帰ってトイレ行きたくなって、早くトイレ行ってバッケス一つ分出したって、バッケス一つ分出して気がついたら体が軽くなってる。それっきり30年の病気が治ったの。イエス様が鞭を打たれたのはみんなのためです。誰がこれを信じるか、誰が信じるか。いや私は安心しても倒れませんから、こんな心で立ってるから癒されないの。触れるだけでも癒されると
癒やすのは僕じゃなくてイエス様だから。信じますか？今日から個人的にこういう約束された、イエス様が成し遂げた技を個人的に自分の中に受け付けてください。締め切り期限はいつまでですか？肉体を去るまで、肉体を去る瞬間まで、賞味期限残ってますから。安心して、2000年経ってても関係ないし。アーメンです。2000年も経ってるのに、未だにこれを知らない、信じようとしないから、自分のものになれないんですよ。簡単に嘘のように癒されても。これこうだった日とか、1ヶ月だったらこうなりましたよ、こう。すんなりとして、こうなったら、今度は恋に落ちたって。恋に落ちて、教会来る暇がないのも。教会来る暇がないのも、遊び回って。先週説教しましたね。こうなるつもりだったら癒さない方が良かったかも。病気持ったまま教会通った方がいいですよ。こうなるつもりだったならば、みんな一緒に、私はこうなっても教会から離れませんから、今決心しますように。アーメンです。これはイエス様が十字架にかかる前に受けた苦難です。皆さんと私が豊かになるのも、皆さんと私が病気から回復して健康に暮らすのも、イエス様が十字架にかかる前のこの世で必要な祝福なんですよ。アーメンですか？これを信じるかどうか、それは皆さんの心の問題です。お任せします。お任せ。ご自由に思い飲む、食べるか飲むか、あるいは軽んじるか、皆さんの心次第です。信じて救われ、信じて癒され、信じて豊かになる人になりますように、イエス・キリストの皆で祝福いたします。アメン。マタイの8:16-17に、夕方になった時に、日暮れて暗くなった時に、ある人が悪霊に取り憑かれた人と病人たちをたくさんイエス様の目の前に連れてきましたよ。そしたらイエス様が言葉で彼らを悪霊を追い出したり、病気を癒してくださいました。その後、イザヤ書をこう引用してますよ。イエス様が私たちの弱さを担ったと。病気を癒されたと。病気を癒されるだけじゃなくて、すべての弱さも全部イエス様が担ってくださいましたよ。霊的な弱さ、悪霊に取り憑かれたら、皆さん、普通に、ね、韓国に行けば、マサンというところに行けば、その、こういう峠でもなく、またこういう、曲がった道でもないの。平らな道がずーっと続いてるのに、毎年ここで、何が起きる？交通事故が起きる。毎年起きるの。これといった原因がないの、そこには。しかしそこに、霊が働いて、何もないのに、交通事故が毎年起きてることを、皆さんだけは信じる人になりまして、皆さんの人生にこういうことが起きたら、その霊をイエスの皆で追い払えば、事故に遭わなくなることを信じますよ。イエスの皆で祝福いたします。アーメン。イライラしたり、最近日本にも多い病気は何ですか？うつ病。うつ病だとか、精神的な病だとか、いろんなね、あるいは何？閉じこもり。引きこもり、いろんな病気がたくさんありますね。いろんな病気が。全部これは何ですか？イエスの皆で、言葉で悪霊を追い出せば治るの。言葉でだよ。言葉じゃなくて、ある人は棒で打つ。悪霊に取り付けたいと、悪霊を追い出すために、こんな焼けバッタなどで打ったり、あるいはこの、平手で殴ったり、死ぬまで殴る。悪霊が出るまで祈ればいいのに、人が死ぬまで殴る人がいるの。こんな霊的な無知な人が今も現在もたくさんいますよ。毎年こういう事故が起きますから、皆さんお願いしますよ。イエスの宮で悪霊を追い出すときには、手で打ったり、棒で打ったりしたら困りますよ。そんな約束はありませんから、ただ言葉で祈ってください。アーメン。そう。やったことありますか？
なんで病気を悪霊を追い出すために人が死ぬまで叩くんですか。そんな難しい方法じゃなくて、言葉で祈ってください。そうすれば悪霊が出ていきますと、こういうすべての病気は全部嘘のように治りますから。信じますか。みんな一緒に信じる者には、次のような印があると思うの。イエスの名によって、悪霊を追い出し、新しい言を語り、蛇をつかみ、徳を飲んでも害を受けず、当人に手を置けば治る。信じますか。ここまでの話は、全部イエス様が十字架にかかる前に受けた苦難によって約束された、人がこの世を生きる間に必要とする力であり、祝福であります。アメン。それから、イエス様が最後に十字架につけられて、血を流して死んでおったの。その血の流しなしには、罪の許しがありえませんから。人の命は血にあります。血。血を抜けば死にますね。人の命は血にあります。心臓から出てくるのは、血です、血。心臓から血が、新しい血がどんどん出てくるから、人がどんどん命を受けて、今日も明日も明後日もずっと生き続けることができるんですね。さあ、人が死ぬのは、心臓が止まって命の死が出なくなるのが人の死ですよ。肉体の死。肉体の死。しかしこの日本では、脳の機能が麻痺して、脳が死んだら脳を知っといて、この人は、この人を死んだ扱いにして、その人の臓器を取り出して人にあげたりしてありますね。これは生きた人を殺すのと一緒ですよ。脳死を認めるのは、まだ生きてる人を殺すのと同じ殺人行為であると信じまして、日本中の脳死問題が、今、こういう意味がわからないまま多くの人を殺していること、皆さんがはっきり悟りまして、脳死になる人がいても絶対に死を認めたらありませんよ。心臓が止まって、ここから血がこれ以上出てこないに、そういう本当の死を迎えるまでは死を認めたらありませんよ。アーメンですか？日本人の皆さん、病院行ってよって言ってあげたよ。お医者さんたちに、君ら人殺し、殺人行為やってるんだと。人を殺すなと。教えるべきです、本当は。誰が？皆さんが。さあ、この人の罪を、命を、罪を許して命を再び与えるためには、罪のないイエス様の血の流しが絶対的に必要です。最後に、十字架にかかった最後に、イエス様が血を、一滴も惜しまず全部流しておられたんです。血を全部流した後、水まで流しておられたってことは何ですか？これ以上出る血がなくて、残った水が出たという意味ですよ。血の一滴も惜しまず様が全部流しておられたんです。おかげで、皆さんと私の運命が、初めて、この世だけを生きる人が、運命が変わって、神の国まで受け継ぐ、神の子になる資格が与えられる。道が開きだ。アメンですか？最後に、十字架の上で、最後に流した命の血潮によって、我々が神の子になる道が開きましたよ。それでイエス様が最後にこうおっしゃいましたよ。成し遂げられた。何を？人に必要な祝福を、神が計画した、人に必要な全ての祝福を、この世で必要な祝福と、後の世で永遠に必要な命。それを人のために、イエス様が全部、成し遂げられた。完成したという意味で完成した。完成してからイエス様は息を引き取られた。これ、ここまでが、イエス様の、イエス様の何ですか？苦難です。受けた苦しみです。イエス様の受けた苦難。これが、信仰によって皆さんの心の中に、
入っていかないと、こういう祝福は皆さんに来ないんです。個人的にこれを思い出していっても、イエス様はこうやってましたから、と、これを根拠にして祈ってください。これを根拠にして祈ってください。よろしいですか？こういう問題を解決するときに、これを根拠にして皆さんが祈れば、皆さんの問題が解決できます。じゃあ、イエス様の受けた苦しみはこういう意味を持ってますね。こういう意味を、十字架だけで生まれながら、肉体を持って来ながら、肉体の命が、終わる最後の瞬間までのイエス様のすべての生涯が、全部この世で必要な祝福と、死んでから必要な永遠な命、このすべてを我々に、用意してくださる過程だったということ。これを認めてください。問題は、イエス様が忘れてはならないことは、我々がまた罪人、神の敵、神の前で罪人であって、神様と敵対して生きてたその時に、イエス様が我々のために、こういう苦しみを受けたんですよ。これを忘れてはなりませんよ。ですから、我々もそのイエス様の愛に見習って、我々も、隣人と人間同士で、憎み合ってる、妬み合ってる、戦い合ってる、そういう間を通すべきだ。許し合うべきですよ。許し合って、それからイエス様に祈らないと、こういうイエス様の技が、苦難の技が自分のものにならないんですよ。サオリンの友達がいるんですよ。今は転倒したけども。この人は自分の主人と仲がすっごい悪いの。結婚するときにはそうじゃなかったんだけども、結婚して、何年も経ったらもう主人と関係がこうなる。奥さんが、サモリの友達が、自分の主人のことをいつも憎んでる。あのバカ、あいつ。いつも憎んでる。いつも。相手は、好きだと、愛してると。相手は言ってるんだけども、この奥さんはいつも、自分の主人を憎んでる。この奥さんに、病気が、中3回体を開けて、この、腹を開ける手術を13回もする。そういう病気が一生の間ずっとかかってた。最後はね、骨が溶けて、この胸の、胸の骨が腐って、海が出て、海が出て、この肉に穴が開くほど。主人を一生の間憎んできたのが、自分の体に毒物をぶっかけろと同じ結果をもたらしたんですよ。自分は、イエス様を信じて、イエス様に愛されて、許されて、神の子になっているのに、自分はそのように、自分の主人を許せばいいのに、許さなかった、ずっと、憎み続けてきたの。これが、この、奥さんの憎しみが主人に言ったんだって、自分に言った、自分の体に。自分の体に毒物となって、全部戻ってきて、自分の体が13回大きな、ここは、もう、ボロボロ、13回もこうメス入れたから。ボロボロだし、片方はなくなってるし、もう、胸も。13回もやったから、13回も。ボロボロになったら自分の体が、理由は一つ。主人を憎み続けてきたから。信じますか？で、うちのサモニーが言ったらずっと、何度も、あなたが、イエス様に許されたように、あなたが罪人である時にイエス様に許されて救われたように、あなたはあなたの主人を憎まないで許すべきだと、愛すべきだと。この人が悔い改めたんですよ。何年か前にね、悔い改めてうちのサモニーの言うことを聞いたんですよ。それからどうなったでしょうか？みんな一緒に手術しないで、病気が治って、今は健康ですよ。アーメンですか？自分がイエス様に罪人であるときに許されたように、自分の主人を許したら、良くなったのは自分で自分で。イエス様がこういう十字架の死にいたのまで、我々のために苦しみを受けたとしましても、我々がイエス様に見習って、自分も人を許す、イエス様の愛を見習って実践しないと、
イエス様が成し遂げたこういう素晴らしい祝福が自分に来ないということ、これを忘れたらありませんよ。これを忘れたらありませんよ。雨ですが、最後に言います。イエス様が全人類のために死んだとこう思えば自分とは関係がなくなりますからね。イエス様はこういう苦しみを受けられたのはみんな一緒に私のためだ、私のためだ。アーメンですか。他の人と関連づけないで自分と関連づけて考えること、自分と関連づけて、これが大事なんです。アーメン。さあ最初からイエス様が貧しくなられたのは私の豊かさのためだ。アーメン。イエス様が鞭を打たれたのは私の病気の癒しのためだ。アメン。イエス様が命の血を流したのは私の命を永遠に救うためだ。信じますか。今日からこういうことを根拠にして信仰生活を正しくやりますように。そして必ず豊かな勝利者になりますように。イエス・キリストの皆で祝福します。71番。